愛情を込めて育てた柑橘から生み出されるオーガニックコスメ、香りを作る新たな農業の形に挑む果樹園の物語が今始まります。私のこの地元が西海橋公園の近くで、まあ、子供の時からよく遊んでたんですけども、すごいいい景色なのに公園に来る人も少なくて、ちょっともったいないなっていうのもあってですね、少しでも多くの方にこの景色を味わってもらいたくて、ここに店を構えてます。西海橋公園の一角に3年前にオープンした小さなショップ、佐世保市や西海市で柑橘を栽培している山辺果樹園の直売所です。並んでいるのは果実や花から抽出した香りで作ったアロマオイルとオーガニックコスメ、天然由来の成分で作られています。まあ、本来の農家であれば、まあ、農作物を栽培してそのまま販売するという形なんですけども、柑橘系の花に関しては、まあ、大きな実をならすために花を少なくするっていうのが結構基本になってまして、ほとんど生かすっていう頭はないと思いますね。香りにスポットを当てた山部さんの商品は、大々の花から抽出した精油ネロリを使ったもの。たくさんの人にネロリを知ってもらうため、さまざまなイベントに参加してきた山部さん、そこへ去年嬉しい依頼が。京都の清水寺さんから直接お声掛けをいただきまして、100年200年続くようなものづくりだったり文化を伝える方を集めてマーケットを開きたいというのでお声掛けいただいて、今月に1回清水寺の参道で販売させていただいてます。海外の方も結構多くて気に入ってくださって、半分ぐらいは海外の方が買ってるかもしれないっていうぐらいですね。それからは毎月清水寺のマーケットに呼ばれることに。いつか京都にも店舗を出すのが夢だそうです。まあ、この西の果ての長崎でこの原料栽培できるというのが一番の強みだと思ってますんで、その原料をどう生かしてどう発信していくか、田舎から付加価値の高いものを作って都市部に発信して、またさらに世界にも発信できるようなものを作っていきたいと思います。